早く人を包みません。すぐに。あ、ちょっと旅人さん。そう。もし舞台、私たちも。あんな危険なところに芝居の件では。その、この色。揺らぐことなし、天理チョーク。お前の出番だ。ええ。あなたです。すみません、先ほどどうしてこんなところまで。まさかここで終わ。なるほど。ただあと少し。神格さんから聞いたのです。ですが彼女自身は。なので私もその後異なる心境から、そのために少しずつ体験し、もう少しで収穫を得られる。しかしやはりリーウェコーにも。それに今もう少し探す人を。どうか彼の。いいね。運気。いえ大丈夫ですよ。劇団のためにも今回は旅人。しかし舞台での芝居がより良くなる。あなたね。あなたはどう思いますか。そうそう、その言い方。ええ同じ。でも確かに。そして私ならば。私は配置の進捗を見。稽古は実体験ほど。公演が終わった後。リーユへの芝居、こんな素晴らしい芝居を。たった数日あって。恐縮です。まだ経験が浅いため皆さんにご愛顧いただき。そんな滅相。実はちょうどその。俺。実は今。そうですよね。いや待て、お前ち。しっかりとしたお見送りが。さすがリーウェの。しかし残念です。今から予約でも大丈夫で。まずは階段を降ります。ウン先生。おい戻ってこい。記者の方ですか。いやうち。ウン先生さ。え、あれに気づ。はい、いつもなら明日軽やかに。そうです。おや、あなたその。以前はずっとフォンスチームバード新聞通りで記者。そんなことありま。おっと。しかし私たちの。そありがとうございます。なんと俺。なるほど、だからこ。そうです、そこまで考えていん。あ、ごめんなさい。大丈夫ですよ、考えておきますね。そう。まったく。わかりました。ただうちのど。その。他のこと。芝居の稽古以外なら。いえいえ、そ。実を言うと。ご冗談。私たちの劇団。それとも。これは先ほどシゲさん。スネージナヤとファデュ。あ、いけない。一旦止めて。バカなことを言。
大丈夫です。その結果それ以降芝居さえ上手くなれば、はいは、しかしタッチチームバード新聞、彼らはすぐに戻ってくると思い、はい、な、行こう。し、あの、しー、チーズ君ってやつはどうしてわからないんだ。つまらない質問ばかりして、そんなことを知りたがる読者がいるとでも思ってるのか。よく考えろ。これはまたとない機会なんだぞ。あなたにはわからないでしょう。ムン先生がどれほどの心血を注いできたのかを。もういい。人が多いところで騒ぐな。君も嘘をついてたことをウン先生に知られたくはないだろ。嘘を？無責任な発言をしたのはあなたの方でしょう。ふん、君も楽しく話していたじゃないか。それにあの契約を忘れるなよ。さっさと行くぞ。話があるならそこで話そう。どうやらちゃんと言い聞かす必要があるみたいだ。私、いい加減得だねを。取材し、これはあ、この世に、そういえばもういいです。告発？君こそ、もし次の取材を。私は何者だ。君と運金のことが。ちょっと待ってください。んこの方は。本当にすみません。でも今さら私の代わりに。お疲れ様です。何か見つかりましたか。そうでしたか。しかし最後にシーンさんと彼女の劇に対する理解、もし彼女ときちんとした、うんきん、また、ああいった古新聞は意地が。今日は何もなかったとして彼らの拠点を一掃し、はあ、まあ今さら元王帝君の。行くぞ。いい加減は得だねを。取材した、これは悪。この世には、そういえばもういいで。告発、君もし次。私は編集長。お疲れ様です。何か。そうだったのですか。先ほど軽率に通報しては、ええ、些細な、もう一度手伝っていただく、はい。あの、うまくいけ。くだらない。もういい。この僕がいい。わかったな。私、あ、ウン先生の隣にいた方で、ウン先生が、うん、
リーウェの法律にも破産させるまで弁償金を支払う。こんなことしかし思いもしません。はあ、それに最後は雲先生に。それが原稿もすべて直接その可能性。しかし雲先生がそう言うなら。この件についてす もしかして。やっと帰ってきま。君は。もう知っていますよ。効力がない。いいか調べた。あ構いません。例えば編集長さんは。それは今の法律によれば。でたら。あら編集長、こいつの言ったことは無視。あなたのことを知。創業に早く戻っ。まあ手段。いいでしょ。ちょっと逃げ。雲先生、そうですよ私は法律。さっきのは道案内をさ。雲金今度こそ。ええ、新さんの弁抜け道。彼はおのずとおこれであのし他の腰。私うん、もちろんです。いいね。取材を。それでは。それってまた何を。礼を言う。いやー、雲先生。え、あれに気づ。はい、軽やかに。そう。おや、そのあ以前はずスチームバー通りで。そんなこと。おっと。しかし、ええ、お二方スチームバード新聞こ。あ、少々お待ちを。はあ、あとで。今はいざ数え。私についてきてくだ。他派の話は。空気の中にまで。かおや、三倍酔いはただ怪盗陣の三倍酔いと軽やかな風しこ魚。おや、これは。いえ、しこ魚へ。もう一本は。はいよ。飲み物はどうする。でもそれじゃあお。そうだな、あとこの間俺も作っ牛乳と。あなたはどうですか。何か飲み。はい、それぞれ一つずつ。あいよ。それさあ熱。ふぅ、残るはこれら飲み物。はい、私お客さんの口に。そういえば鍋や残りの飲み物。私が自分の勘。安心してください、細かい点は気に。それでは準備をできました。え、それに特に変わったもの大正解。少しも。また今度。あ、そう、一体どんな新しい味がすそういった観点からする。しかし私をそのためて。ご飯とにかくもし今夜あの有名な旅人さんが。真面目。私のことは普通の友人は記念撮影。いいですね。なかなか。少々お待ち。記念というのならこの写真は飛雲の丘の近くで。私は少し準備を。すみません、
お待たせしま、いい景色で、うん。ほら、ポーズをとって、ほら。準備を、さあ、目を開けていいです。また今度、そう、一体どんな新しい味がす、そういった、しかし、私を、そのためで、そうですか、それもそう、老若男女、しかし、はぁ、今宵の礼はいかがだった、例えば、ん？はぁ、はい、どうぞ、欲しがる人、手間を省くため。おぉ？なんだ、俺の店にも、どうでしたか？行くぞ。もう少し探す人どうか。いいね。いえ、劇団のタコ音会は旅、しかし舞台での芝、あなたはどう、そうでしょ、あの次の公演まであと数日、お願いします。何を話、早く、私に何か用ですか。え、芝居よ、ほら、ぜっと、おはん、はあ、ただ弟子入りのこと、まずは友人同士の交流として、ちょっと待っ、それが思いつくまでは、それでは明朝、あなたの初授業、はあ、無能。うん、時間を守ることでないと、毎日の、そのここに来る途中、惜しいですね、ご飯。目は感情を伝え、飛んだり休んだり、ここに来て鳩の子、焦らずとも大、まずは一般的な理論を通し、そうです、例えば自分のことを、情景を再現し、ほら、目の前にある海を眺めながら想像してください。深呼吸をして、なるほど、もう一度思い出してくだ、ふむ、それから思い、お待ちを、ダメです、ぜ、確かにあなたは荒波の中命を、そこです、うん、その時の環境を思い、それもそうですね、もう少し遠くへ、おや、安心してください、他の方法を試しましょう、問題がないようでしたら。素晴らしかった、本物の冒険者みたいです、その感覚がの、赤い衣のかかしを、さぐ、あの時の情景を、行きましょう、せ、難攻不落、せい、そこだ、これか、うん、動きに問題、ファデュイの体格は、ただあなたが、ほん、この方法、しかし芝居の、この方法を、しかしさっきの舞台上の、これまでの舞台に、あ、とにかく劇中人の、想像してみてくださいではこうします、赤い衣のファデュイ、あなたのすべきことは
はい、大ここから北へ行くと心の中の演習。くだらない。どうですか演習。私が声。外星の英雄。この方法は節回しや稽古を重ねていけば歌声が至高の域へと。そうでしょう。ま、それは何とかしてこうですが、劇は私はあなたの。そうです。最後に教えた方法のリーユへのあなたを参考にして完全に入ったとえ動きたとえ役にどの方法。ありがとうございます。そしておめでとう一人。今回はその時は舞台に立つためにはまたそのしかし今師匠と呼ばせる。そうです、先輩。どうやら。よかったです。まさかあまりにも急なことで。ええ、実は明日秘書の業務には部が。そういうこと。これは公にそう思われるか。あなたが来るまでの。でも今後はこのような事。こうしてまたあなたに借りを作る。心配はいらないわ。いずれも冒険者に立って仕事に関する質問は秘書の業務は先ほどの事務所。そう難しい。それじゃ。かしこまりました。はっ。くだらない。無駄だ。具体的な仕事内容。行幸様はリ。そして私例えばスケジュールの調整。 いえあなたの。百式は仕事に対し彼女が先ほど言ったこと。ありがとう。百行と百分。私がこれまでに培って。さすが噂に。現在まだ予定に組み込む。これでも重要な案件はまずリ。続いてその次は。はい、もちろんです。各所へ移動する際の交流。またそうい先ほど挙げたものの中に。それでは説明を続けます。もう理解。それじゃ明日。ええ、何か不明な。行ってらっしゃいませ。はい、優先とてもよくできていると思います。さてあなたがいれば私もそん。行くぞ。分かってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日はゆっくり休めたか。それはよかったわ。それじゃまずは。ああ思い出したわ。いえ会ったことのない方。そうしないと。ルリ。そうよ、先に言っておくけれど私にとってその後
それまさにその通り。複雑な事情でその理解が、実はあなたはとてもこう大商人の手にかかればそう固くなる必くだらない。これらの朝食もとりあえず座って。どう？このでも私たまにね、普段の朝食もここまで手の込んだ豪華なものではないわ。てっきりあなたが自分で。冗談よ。面倒な仕事だと分かっていながら、それでも引き受けて尽力。ここでの食事が、朝食は朝起きて、さて、でもその前に服を着替えれば。着替えた後のは服の準備はランヨに頼んで。それじゃ。こんにちは。何か、あ、はい、お、こちらになります。その上、最近は、それでは。服は持ってきたかしら？そう、この服よ。これは新しく注文して作った冷装で、どう？単刀直入に、あなたにそう言ってもらえて、どんなに美しい服だったから。それでは早速。行くぞ。ごめんなさい。いやいや。ではお互い遠慮。こちらは旅人。今日ちょうど彼がリーウェ港に。彼もどうせ。もちろん歓迎いたします。かねてよりずっと。あ、つい興奮を。私はラコ。そこで噂。もちろん、お二方とも行幸様の行動に、お二方の関係がこの旅人はリ。またもちろん、も旅人と彼女を。彼女のせいで。投資というのは。いいえ、他の商品。しかしフォンテーヌに。本当に儲かるのであれば。それに先日だから。なるほど。私の考えだと、未来とは非常に太。あなたもそう思いますか？はい、わかりました。ひとまず今回、行幸様、本日は。ええ。なぜ行幸様が。頭脳明晰で知識。長いこと話を聞いているだけで商売に興味を持つようになったかしら。私の競争相手になりたいよ。そうだ、こうしましょう。それでは私。ええ、さようなら。昼食会はこれで。やはりそうね。さて次。ああ、その件ね。ではまず。失礼。これは行幸様。ええ、あすら。あなたのイメージでは、ここの職人たちは今回の修理品。行幸様、元の状態に戻す。ええ、大丈夫よ。ごでも彼らはいつも私たちにとってけど、だからこそ正規。いえいえ。さて、行幸お姉さん。ええ、こんにちは。そうよ、最初は情報すると、この子たちはみんな毎日楽しいこと。でも宿題。そう、
それじゃあダメだよ。これもあのた何しろこナンナはどう。私はそうだ行こうね。そうそう小人そうわあうん覚えて。なるほど船が重ければもちろんこのま数日前そうなったら。なるほど誰が言ってた。じゃあそれもおい大丈夫大丈夫。あ私の口。もちろんよ。ありがとう。大したことじゃ。でもあの人あ大丈夫よ。うんごめんなさい発酵勢の強行お姉さん。あの人たごめんなさい。この口はうんそれにしてもじゃあこうしその人たち。わかったわ強行お姉さん興味本位。私はただバレたりしないだろうか、はあ、聞けば私とあのよあの櫛が子供にあやおなんてこと。商売とはもっけれどその俺たち二人は今回そしてでもフォン私たちと同じように商品をはい商品が売れなければ正直借金でも物欲や富投資がいかにもちろんです人に頼んで買って私たちは間違っこれまで一生懸命働くそう今回あなたえならあこんな状況でもまだ行幸様のああ私には必要ちゃそう焦らあなたたちこれはあなただわでは お待たせ。えごめん俺たちはこれはあなた問題も解決けどそうね決めた。ああこの二人の味えやったいいねいいちょっといやまたええ確かに。あなたの考え子供を情報提供者にし初めてあの子たち私を見るなり逃げるけれどあの子たち私もあの子たちと遊ぶだ今ベンこれはあの子たちにとってもね私は子供将来その時には私は行幸という名はそうやって行幸お姉さんじゃないと置いてえさあ行きましょう。ごめんなさい。いえいえ。ではお互いこちらは今日ちょうど彼も同席。もちろん歓迎いたします。かねてよりずあつ私はそこで噂もちろんお二方ともそういった行幸様のお二方の関係がこの旅人またもちろん旅人とか彼女のせい投資というのはいいえ他のしかし本当にもそれに先じだからなるほど私の考え未来とは非常にあなたもそう思いますか。はいわかひとまずこん行幸様ええなぜ行幸頭脳明晰で長いこと話を聞いている商売に興味を持つようになそれはあなたにさもしもらにそれではええさえい昼食会はこれでやはりそうね彼女たちがいくら競売場に行ってみます無駄だ行くぞ行幸様ちょっと心配だったかもうすぐでじゅそう分かったそうよでは会場あなたは競売じゃ今回さんね気になるものがあるかどうか
そろそろ時間ね。あら、何かしら。それは、それも競売の自分の心、もっとも公平ね。はじめの品は、私2万で。3万、5万。8万、8万。じゃあ私は12万。15万。15万。18。18、いないかしら。では、これで俺。それじゃ、ずっと夢中になっていたよ。あなたは今気になるのなら、はあ、それに見な仕方ありま。今回かなりの額、あの行、俺のように。え、決まって。確かに、とりあえず。理由は分かったかしら。ええ、けれど、それもう少し待って。私を盲信。実はね、行幸様、ありえないこととは存。偽物、あれらは普通の。それは行幸様が。もあなた、競売の商品。はあ、ただ果たしてそれは。じゃあ、それ以外。それはあなたが今軍玉閣でも。まさか。そう、言い換えれば、さて、この競売は。もし。わかりました。やはり今すぐ取ってきます。決して褒められた態度では。海から回収された品、私の性格上、そこで実際に探りを入れ。それに、あなたはどうして。ええ、その重さにより壁や梁でも。それらは最終。それを思うたび、ええ、ちょうど品が。歴史は、具体的な行幸様は。そして、例えばスケジュールの。いえ、百式は彼女が先ほど言ったこと。あ、ありがとう。百行と私がこれまでに培った。さすがを。現在まだ予定に。これでも重要な案件。まず D、 続いてその次は。はい、持ち各所へ移動。また先ほど挙げたものの中に。それでは説明を続け。もう理解し。それじゃ、明日。ええ、何か不明な。いってらっしゃいませ。このようなスケジュールでは。確かに行幸。もちろん私たちも行。それがあなた。それでは私はまだ今日。私もそうね。無駄だ。わかってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日。それはよかったわ。それじゃ、今日。なるほど、このスケジュール。そうね、普段はあまりにも息抜きできる機会があるのなら。モラの収益を。でも、あな、それで時間がなくてでき。そうだ、私、リーユエセ設計するにあたり、伝統的な木々には今でも改定や内容のつい。ええ、だけど私は複雑なルールの中、木々を知らない人。そこで一方はリーユエ。ええ、もちろん。まず、そして
理由。そうよ、私の考えこのような設計で、あなたはそうすることで。じゃあ決まり、私と一緒に来て。あら、知り合いなの？そない水くさ、あんたのその、今日も機嫌がいつものように。冗談はさて、以前駒を作る話、職業につい、女の子がうぐいさんの腕、あ、そういう道具は部屋に、それって旅人さんが言いたかったうちはただほら中へど、今後街で変、それはた、どちらもよ、大丈夫、秘密は秘密、誤解を招、また瞬あなた、私は別に構わないけれど、あなたが気まずく感じていたら申し訳ないわ。さて、採寸、ようこそお越しくださいま。この前、かしこまりました。ええ、かしこまりました。ですが製造費だけ。大丈夫よ、これまでの金、それにほら、そうよ、あ、そうですね、なんというか商売の花けど、確かに仕方のないこと、例えばまた投資に、業行はそうだったけど、なぜならこれが、なるほど、利益を求め運業区画を、ええ、さすが業行、これで理解でき、それじゃ、それと最善を尽くし、さて、まだあなたに、一つ質問、その代わり明星祭であなたの目には、そう、ごめんなさい、正規の軍玉閣を落とす、私の財産は、だけど、だってあの海を、でも、その後私はその言葉を聞いて、別れを、このような本、私は慰めてくれ、ごめん、こうして、二つ、もし次、わかってるわ、もう起きてるわよ、少し待っててちょうだい、今着替えるから。おはよう、昨日、大丈夫、それじゃ今日、なるほど、このスケジュール、そうね、普段は息抜きできる機会が、モラのし、でもそれでやる気か、面白いわ、普通の人ならモラが、そのとおり、少しわがままな考えかも、ありがとう、私は裕福な家庭に魚をと、かつて私に仕事をはせん、あの頃は、ま、午前中に、あの頃のせ、どう、それじゃ当分の愛、それでも、ええ、港の、あそこは定期的に、大丈夫さ、行子様、そう来ないの、すぐに書類を持って、焦る必要で、では問題は何も起こしてない、ええ、お知らせも張りま、もともと厄介な問題ではあり、俺にも分かりま、ただ倉庫のこの破損とい、長期間そう、最近、それが、ですが大丈夫、あ、待って、状況、いや、行子様、一つ前の、全く使う、例えばこの、え、もちろん、よかった、うまく、よくわからんが、し、到底よ、今日は少し、私に、し、うん、うん、買い取りは、ただ、どうしたの、いえいえ、その、これらのもの、15万もらでどうでしょ、そうね、まあまあ、もし、ぎょ、あなたはどう思う、ええ、え、ましてや、私はてっきり売りに、そうね、やり方を変え、私が業、舶来も正直に、これでは最初に、そうね、いいわよ、かま、いってらっしゃいます。
精神が研ぎ澄まされる。ここね。天道、ここにあり。風自分の手で富を蓄く。いいえ、決して。何しろそれに金額。ええ、次はもっと。はっしっ。剣の万丈取るに足らないわ。器用のおとりだ。砕きやがれ。なかなかの収穫ね。お褒めいただき、私にとって戦いはもちろん。ま、ん、見て。そう、なるほど、そのかさあ、早く捕まえましょう。魚を取る。でもやっと。そうね、この程度の元手では。そう言わ、防御旅館はすぐそこ。私も。そうね、今回のルーツは。くだらない。これだけあれば十分ね。上がって焼き魚の準備をしましょう。さあ、簡単なし。それと普段は私もいいのよ。あの頃家事を手に負だから、もしかすると子供の頃水の制限を受け、ええ、過去の苦難を振り返るでも私は行くぞ。分かってるわ、もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい、今着替えるから。おはよう。昨日あら、偶然。それじゃ今日。なるほど、このスケジュール。そうね、普段は息抜きできる機会がある。モラの種でも。それでやる機会。面白いわ、普通の人ならモラがある。その通り、少しわがままな考え。ありがとう。私は裕福な家庭に魚を取る。かつて私に仕事は、あの頃は毎日午前中に。あの頃のせ、どう。それじゃ当分の間。それでモラ、言いたいことだけど来た。ねえ、それに彼らは来た。行こう。またファデュ、失礼です。仮にそうだと、もし私。それはない。それにまたいず。包み隠す。では行きましょう。くだらない。予想通りの態度ね。当然よ。そしてその賠償金は。ええ、もし旅の途中気にする必要。さて、ま、言われてみれば彼らは一体。ええ、まずは気づいてさ。
ある程度ここは人の往来が決して少なくはないけど、今のところ待てそうね。だいぶしけれど、もう少し。そろそろ答えが出せそうね。あの人の相手を待って。影でこ。何なんだ。帰宅にぎ一つ。それともな、私が取引を撤回。もう急に。だからこそ油断しては。いくら私隠そうとしそれで、ええ、だったら私たちもゆっくり。時間がない。この人も連れ。くだらない。行幸はな、ありえません。もう一度し。ずいぶんと賑やかね。ち、会議のない。やっぱり、一体どこ。そんなのは重要なの。B 上には正直に。この人にちょ、そこまでいいわ。100